はい、こんにちは。8月6日月曜日の高野文夫のマイビデオダイアリーをお届けいたします。今日はですね、私の家のそばですけれども、旧江戸川バンクのから発信いたしております。旋回からですね、このもう10日間ぐらいになりますかね、あ、ご、が、どというですね、コミュニケーションの法則をですね、お伝えいたしております。なかなかですね、評判がいいので、続行させていただきます。あと 2,3 回お話します。アイコンタクト、ボディーランゲージ、頑張ります、どうしてですかというこの4つのですね、要点なんですよ。これをしっかりですね、コミュニケーション上やっている人は、仲間にもですね、あるいは会社にの中の組織の中でもですね、なかなか上手に渡ることができます。あ、ぼ、が、ど、今までですね、アイコンタクトのアップですね、ボディーランゲージとお話ししてきましたが、今日はですね、がですね、頑張りますという素直なですね、意思表示、この重要性についてお話ししたいと思います。がですね、あ、ぼ、が、どのがです、頑張ります。何か頼まれた時にですね、わかりました、頑張りますというこの一言はですね、とても重要です。これはですね、横文字ではコミットメントと言います。自己コミットメント、わかりました、責任を持ってやりましょうというですね、意思表示なんですね。この頑張りますという、これはですね、これを返すということは非常に重要です。人間関係でですね、何か頼まれたら頑張ってみます、何かヘルプお願いしますとか言ったらいいんですよ。頑張ります、アイコンタクト、ボディーランゲージ、頑張りますというですね、素直な、これは横文字ではセルフ自己コミットメントと言います、やりますという意思表示、これは非常に重要です。この最後にですね、どなんですけど、どはですね、お前なんです、どうしてですかという素直な質問をすることです。分からなかったらですね、分かったふりをしない。特に日本人はですね、分かりませんというのを恥とする、恥の文化の国ですから、分かりませんということはですね、恥じゃないんですよね。分からなかったら分かったふりをしないで質問することです。どうしてですか、どのようにやったらいいんですかというのもですね、やり方を聞けばいいんです。あるいはですね、どのようにやって成功してるんですか、願わくばそのうまいポイントを教えてくれませんかって素直に聞けばですね、上司とか先輩方、先生はですね、喜んで教えてくれます。はい、今日はですね、3つ目の頑張りますにフォーカスしましたが、次回はどうしてですかという質問の大切さについてお話したいと思います。今日もお聞きいただいてありがとうございます。江戸川のバンクから発信します。さよなら。